エドワード・レーガン・マーフィは、アメリカ合衆国のコメディアン、俳優、歌手、ニューヨーク・ブルックリン出身。幼い頃に父親が亡くなり、シングルマザーとなった母親も病気で亡くなったため、8歳の時の1年間、兄弟と共に里親の下で暮らした。1988年16歳の時からコメディアンとして活動を開始する。19歳で人気コメディ番組サタデーナイトライブにレギュラー出演するようになり、様々なコントで人気を博す。1982年48時間で銀幕デビュー。ビバリーヒルズ・コップシリーズなどのコメディ映画に次々と出演し、一世を風靡した。舞台では有名人をコケにするブラックジョークも披露し、1984年にはグラミー賞の最優秀コメディアルバム賞を受賞した。1990年代の一時期は役柄に行き詰まり、人気が低迷したものの、特殊メイクを駆使したナッティプロフェッサーシリーズやドクター・ドリトルシリーズで人気を回復する。声優を務めたシュレックも好評を呼び、ドルバコスターの一人としてカムバックを果たした。映画の中で特殊メイクを駆使し、女性や老人、白人といった役柄をこなすことでも有名であり、外見を模倣するだけではなく、それぞれの人種や年齢の特徴を捉えた演技を披露することでも高い評価を受けている。ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームの星2007年、ドリームガールズのジミー役で第79回アカデミー賞、助演男優賞にノミネートされるとともに、第64回ゴールデングローブ賞、助演男優賞を受賞した。マーフィは、興行収入1億ドル以上の作品に10作以上出演しているが、アカデミー賞にノミネートされるのも、ゴールデングローブ賞を受賞するのもこれが初めてのことである。ビバリーヒルズ・コップシリーズで演じた。アクセル・ホーリー・ケージは2010年、エンパイア誌の100人の偉大な映画キャラクターで55位にランクインした。2012年の第84回アカデミー賞受賞式の司会に決定していたが、受賞式のプロデューサーが降板したことなどから、自身も司会を降板した。同年、フォーブスの最もギャラをもらいすぎた俳優ランキングで第1位を獲得した。2014年5月、2016年にビバリーヒルズ・コップシリーズの新作が公開されることが報道された。2016年、ハリウッド映画賞功労賞を受賞した。2020年の第25回放送映画批評家協会賞で映画業界の歴史上、最も商業的に成功を収めたアフリカ系アメリカ人であり、業界で最も興行成績を上げる5本の指に入る人物として、生涯功労賞を受賞した。なお、マーフィはこの5年ほど半引退状態だったというが、今後も映画出演の意思はあると表明している。1993年にニコール・ミッチェルと結婚して5人の子供を設けたが、2006年に離婚している。2007年、スパイスガールズのメラニー・ブラウンとの間に一女を設ける。マーフィは当初、その女児が、自身の子供であることを否認していたが、検査の結果、マーフィの子供であることが確認された。2008年1月1日、映画プロデューサーのトレーシー・エドモンズと挙式したが、2週間で破局する。婚姻許可書は提出していなかった。2015年、恋人でオーストラリア人モデルのページ・バッチャーとの間に子供を授かったことが判明する。2016年5月3日、女児が誕生し、イジーと命名された。2012年から交際している恋人のページ・バッチャーと2018年9月に婚約し、同年11月30日に2人の間に第2子となる男児が誕生し、マックスと命名された。今回で10人目の子供となる。コメディアルバム音楽作品コメディアルバムデビュー初期及び80年代を下條アトムと富山隆が90年代以後は、下條と山寺宏一、江原正史が分け合う形で多く担当。2010年以降は、山寺が担当することが多い。ありがとうございます。